荒川橋梁は、東京都板橋区船戸と埼玉県戸田市定外の間で荒川にかかり、東北新幹線上野駅、大宮駅間及び、東北本線の支線浮間船戸駅、戸田公園駅間にある福々線の鉄道橋である。約70メートル上流側に、国道17号の戸田橋がかかる。荒川の川口から25.0キロメートルの、 地点の荒川に架か,かる橋町521.200メートル、総福院20.700メートル、最大島町86.7メートルの鉄道橋である、東北新幹線と東北本線の支線である、在来線が一体となっている橋梁で、周囲は住宅密集地であるため騒音と振動の問題を解決すべく、高コンクリート構成構造を持つ7景観の一位。 箱型合成桁橋で、同床は男性直結軌動式を採用している。発注者は国鉄資材局である。走行銃は新幹線は4751トン、在来線は4525トンで、設計荷重は新幹線は N-16、P-17、在来線は K12、S-16 である。 時間割は、起点側から第1から第4が68.6メートル、第5が72.8メートル、第6が86.7メートル、第7が74.6メートルで、両側のプレストレストコンクリート下駄で設けられた、側景観を合わせると全長は639メートルとなる。終点側では、下り列車に対して左へ、半径810メートルの曲線が入っている。 縦断線形は左右両岸の堤防上道路から決定され、終点へ向けて1.1パーミルの上り勾配である。また、橋脚の配置は戸田橋に合わせてある。合計8基の橋脚は、ニューマチック系損校が2基、交換や遺体図図校が6基である。地盤沈下が激しく、軟弱地盤で変異が大きくなることから、連続下駄は不適当とされ、単純下駄が採用された。 これだけ長大な PC ゲタの実績がなく、トラス橋か合成ゲタの採用が必要となったが、防音設備の施工が容易であることから合成ゲタが採用された。列車荷重によるたわみさの影響をなくすため、在来線と新幹線のゲタは完全分離されている。橋梁の建設に先立ち、1979年1月12日14時より、荒川河川時期の河橋地点で、 地質調査を目的として、数箇所のボーリング調査が約1ヶ月間実施されている。橋梁の機構は1979年12月19日である。なお、1980年3月12日に工事現場近傍の整備学園による荒川橋梁建設工事中止の仮処分の申し立てが行われたが、後に和解が成立した。橋梁の製作会社は、 桜田機械工業、宮地鉄工所、横川橋梁製作所である。設計管理は、日本国有鉄道東京第三工事局で、仮設工事は株式会社間組が行い、仮設工法として、最も一般的な工法である、自走クレーン車もしくは台船による、ベント工法が用いられた。ベントとは、仮設桁を支持するための仮設の工大のことである。 公費は約100億円である。協梁の開通はまず1985年3月14日の東北新幹線の上野駅、大宮駅間の開通に合わせて新幹線部分の供用が開始され、ついで同年9月30日の最強線の開通により在来線部分の供用が開始された。1987年4月1日に協梁は国鉄分割民営化により、 東日本旅客鉄道に継承された。2012年7月に JR 東京耐震補強工事区が発足し、首都直下地震対策として橋脚にコンクリートを巻き立てるなどの耐震補強工事が2013年1月より実施された。施行は東鉄工業株式会社が担当し、2015年5月に工事が完了した。荒川橋梁付近より、 下流方向を望む。橋の周辺は市街地となっている。荒川の流進は戸田市川に寄っているため、板橋区川の河川敷が広くなっている。河川敷は公園やゴルフ場などのレクレーション施設として利用されている。ありがとうございます。